木曽岬町の火葬場を見に来ました。濃尾平野の和中にある自治体で、町全体がいわゆる海抜ゼロメートル地帯です。厳密にはマイナスになっている部分も多くあります。水防倉庫の中には船が置いてあるのでしょうか。和中を見るだけでも有意義な社会科見学になりますが、皆さんも早く火葬場を見たいでしょうから本題に入りましょう。人口6000人弱の町ですが、単独で火葬場を設置しています。三重県木曽岬町は愛知県弥富市と接している一方、同じ三重県の長島町、現在の桑名市とは木曽川の大きな河口を挟んで離れています。実際愛知県側からやってきた感想としては、県をまたいだ実感がありません。不思議な感覚です。建物は新しめです。透明ガラスがなく中は見えません。しかしですね、鏡のようによく反射しているので、マジックミラーになっているかもとカメラを当ててみたら様子を見られました。火葬炉は1基、シンプルに炉前があるだけです。新しい施設なのに待合室がないのかというと、そんなことはなく、町営火葬場休憩所と表札に書いてある別棟があります。敷地は隣とはいえ、火葬棟とは別になっています。和中を台風が襲ったらどうなるか、その恐ろしさを伝える設備が設置されていました。火葬に立ち会うために内陸からやってきた人を驚かすためではなく、地元の人たちの苦い経験を忘れないように設置されているのかなと思います。隣の長島はここかしこに集落管理の火葬場、要するに3枚が見つかるのですが、木曽岬町は少し徘徊してみても3枚が見当たりません。この町営斎場の設置によって駆逐されてしまったのかもしれません。木曽岬町を甘く見ていました。 Google マップでラベル付きの3枚があると指揮者の方に教えていただきました。ストリートビューでもしっかり見られますが、やはり生で見たいという衝動は抑えられずやってきました。木曽岬町の立地は愛知県っぽいのですが、3枚のスタイルは三重県っぽいです。これを見て、ああ、ここは三重県なんだなとようやく思えるようになりました。こんなオープンな場所にあるのに自力で見つけられなかったのは恥ずかしい限りですが、火葬場のおかげで引きこもりにならずに済んでいますので、情報が小分けに入ってくることにもメリットはあります。どちらから見ても正面のように見えますが、曇りガラス越しになんとなく見える火葬炉の位置から考えると、こちら側は裏なのかなと思います。Google マップにこの3枚の情報を書き込んだ方、もしかしたら他の3枚の情報も書き込んでいるかもしれないと思い、他の投稿も確認しましたが、残念ながら火葬場についてはここしか触れていませんでした。代わりに ADHD 先生黒井さんという私も見ている面白い VTuber さんがいるのですが、そのキーホルダーの写真がアップされていて、おっと思いました。話が脱線しそうなので、この動画はこの辺で。それではまた。